デイリー・ウルフはアメリカ合衆国のプロレスラー。ニュージャージー州ハモントン出身。1987年、ラリー・シャープが主催するトレーニングジムであるモンスター・ファクトリーへ入門し、1988年1月2日、ジョージ・スコットの主催するまわにてプロレスラーデビューを果たす。 1989年、WWF に参戦。後に、彼にとって、最高の相棒となるトニー・デュランテとタッグを組んで、ハート・ファウンデーションや、ブレインバスターズといった往年の名タッグチームと、激突するも勝つことができなかった。1990年4月、アワニテ・ウルフは、ピットブル1号、デュランテは、ピットブル2号へと変更し、ピットブルズのタッグチームで活動を開始。 なは、サープへに参戦後、1991年7月、初来日を果たし、新日本プロレスに参戦。タッグチーム名を、マットブルバスターズにし、マットブルスパイクのリングネームで出場。1992年には新日本プロレスに参戦、するため再来日した。1992年4月、ECW に入団。 タックチーム戦線においてなくてはならない存在へと成長し ECW 世界タック王座をめぐってパブリックエネミーやエリミネーターズと激闘を繰り広げて2回退官。シングルにおいては ECW 世界 TV 王座をめぐりシェンダグラスやタズと交想した。2000年には来日して FMW にボールズマホーニーと共に参戦。2001年 ECW が崩壊すると フリーランスとして活動するようになり、4月に来日して、ノアにピットブルのリングネームで参戦。スコーピオとベーダーとのトリオでは、勝率が良かったものの、シングルマッチにおいては一度も勝利ができず、安定した結果を残せなかった。2002年、ECW、オリジナルメンバーが多く集った 3PW に、本名名名義で参戦。8月24日に 3PW ヘビー級、 王座争奪1でトーナメントにエントリーして、ダニー・ドー・リング、ジョー・イ・マシューズ、そして決勝で、クリスチャン・ヨークに勝って、ベルトを手にした。2005年、3PW が活動を休止したことにより活動の拠点をポエと変更。同年には WWE が ECW リユニオン賞である ECW ワンナイト、スタンドを開催した煽りを受けて、シェーン・ダグラス、レーベンが中心となって開催した。 ECW リユニオン賞、ハードコアホームカミングに参戦し、ダグラスと激突した。2008年9月14日、南アフリカの団体である WWP を最後に引退宣言したが2012年4月28日に、エクストリームリユニオンにて、リングに戻り、レーベンと対戦した。6月29日には、エクストリームライジングにて、CW アンダーソンと対戦して勝利した。 2013年3月2日、カナダの団体である HRT に参戦し、ボールズ・マホーニーとのタッグ、ピットボールズを結成して FBI と対戦して勝利している。他、アメリカのインディー団体を中心に多数の王座を獲得。ありがとうございます。